ドルスに着いたけど、どうするんだ？わしが取りなしてもよいが、正面からとはいかぬぞ。つてがあると言うても、リグルス王その人に面識があるわけではないからの。だったら、私が口利きしてあげようか。グンテル王に会いたいんでしょ？私、お城に用があるから、ついでにね。ルアナ、君は一体…私は、ちょっとミステリアスなただの旅芸人。ただの旅芸人ってのが、そもそも怪しいけどな。ことは一刻を争う。どんなことでもいい。可能性があれば、それにかけたい。些細なことは気にしない。対局を見て物事を判断する目を持つ。グリダマスは惜しい賞をなくしたものね。いいわ、ここで待ってて。そんなに時間はかからないと思うから。それじゃ、また後でね。ルアナから話は聞いておる。そなたが金色のレオか。その名はここリグルスにも響いておるぞ。この度はご多忙の中、不意の来訪にもかかわらずお目通りをお許しいただき、心よりお礼申し上げます。そう堅苦しくしてくれるな。グリダマス軍が辺境地に大々的な侵攻を開始したのは聞き及んでおる。確かにエルフやシリアムは人間にはない力を持ち、脅威ではある。しかし彼らが我らに危害を加えたことはなく、話せば容易に分かり合うこともできる。容姿や能力に多少の違いはあろうと、互いの間に優劣はなく、同じ人であると私は考えている。そう、彼らは敵などではなく同胞なのだと。私とて現状を憂いていないわけではないのだ。ならばこの窮状を見過ごされぬようご助勢のほど何卒お願い申し上げます。剣王が聞いて呆れる。くどくどしい言い訳しかできぬとは、気持ちなぞどのようにも持てる。現状を憂いているのならなぜ立たぬ。そなたの言は正しい。言うだけならば誰にでもできるからな。だがな、一刻を預かる身ではこの感情に流されることも許されぬ。剣王ともてはやされても、それは民が過不足なく暮らせているからこそ。己の国大事か。ならば剣王ともてはやされる自分に固執しているがいい。そうできれば楽だろうよ。だが自分で言うのもなんだが、私は打算的な人間なのだよ。辺境地が制圧されれば次はこのリグルスだろう。それだけは何としても避けたい。兵を出せるのであれば出したい。しかしそうもいかぬ事情がある。北にある資源の洞窟から魔物が湧き出すようになったの。それも尋常じゃない数がね。それだけならば入り口を封鎖すればよい。だがそれができぬ。中に一体とても強力な魔物がいるの。多数の兵で包囲したくても広い洞窟でもないし、被害が増えるばかりなの。そこでだ。その魔物の退治、そなたら頼まれてはくれぬか。なるほど、交換条件というわけか。確かに打算的だな。が打算的ゆえに綺麗事を並べられるよりかは信じられる。無礼を承知で申し上げます。グンテル王にあらせられれば約束を反故にすることなどありえぬこととはいえ、その確約をいただけますでしょうか。そなたの申すことはもっともなこと。しかるべき手続きを取り書面に記そう。
グンテル王の再三にわたるお心遣い、痛み入ります。この度の申し出、慎んでお受けいたします。ルアナ、レオンハルト殿に同行し、道案内をせよ。お任せください、国王陛下。監視役というわけか。そういう意味もあるが、それ以上にルアナの力量を頼んでのこと。でなければ旅芸人を装わせて患者などにはせぬよ。このような女子に患者をさせておるとは、剣王とは名ばかり、食えぬ王よのう。腹黒いぐらいでなければ王などとは務まらぬものだ。ではグンテル王、私たちはこれから魔物の討伐に参ります。吉報を待っておるぞ。